そしてこの度発表されました日本映画批評家大賞において映画フラフラダンスがアニメーション作品賞を受賞いたしました。ありがとうございます。これもたくさんの皆さんに応援していただいたおかげです。本当にありがとうございました。またいわき駅前の映画館マチコレいわきにて本日からゴールデンウィーク明けの5月12日までこの映画フラフラダンスは限定上映しております。もう見た方はもちろんまだ見てない方はぜひこの機会に足を運んでみてくださいね。映画はスパリゾートアライアンスダンシングチームをモデルにフラガールを職業に選んだ新入社員と同期の仲間たち、そしてその方たちを取り巻く人々との絆を描くストーリーです。たくさんの名作を手掛けた水島誠二総監督をはじめ福原遥さん、美山加恋さん、富田美優さん、山田裕貴さん、ディーン・フジオカさんなど幅広い場面で活躍される方々が声優を務めております。初めにご覧いただいた曲ありがとうフォーユーも映画の劇中歌で、踊り衣装もアニメと一緒なんですよ。フラやタヒチャンダンスとは違った動きが多く、私たちにとっては挑戦の一曲となりました。そしてキャラクターによって踊り方やポーズがそれぞれ違っていたのですが、皆さんお気づきになりましたか？黄色は裏パートだった姉の姿を追ってステージデビューを目指す主人公夏菜木ひわ、ピンクは黒い意識が高くしっかり者鎌倉カンナ、オレンジはハワイ出身のおっとり系お花カーイクエ、紫はダンスは上手でも笑顔が苦手白沢しおん、ブルーはチームに活気をもたらすムードメーカー滝川蘭子、個性豊かな5人の踊りを楽しめる一曲でした。これからお届けする曲はハワイアンツのショーを支えているバンドグループエテレタヒキアンツのメンバーが曲をカバーしております。そして映画のダンスシーンは私たちダンシングチームのメンバーがモーションキャプチャーに参加し2年以上にわたり制作に全面協力してきました。自分たちの動きが実際に映像に反映されているのを見て思わず自分を探すメンバーもいたんですよ。続いての曲も映画で使用された楽曲です。カウアロク、ペネペネコウアカ、アイナックシマ、3曲続けてご覧ください。Oh,
そしてハワイアンスのオリジナルソング3曲続けてお楽しみいただきました。さあ皆様、会場をご覧いただくとオリジナルアニメ映画フラフラダンスのキャラクターやアニメの中に出てくるハワイアンスのいろいろな施設、そしていわき市の名所など劇中で紹介された場所などがパネルで上の階にも展示されています。この特別ショーが終わりましたら皆さんぜひご覧ください。特に注目していただきたいのはいわき市小名浜にある水族館アクアマリン福島。広く青い海と太陽に照らされキラキラと輝く水族館が出てくるシーンはとってもワクワクしました。水族館の人気スポット三角形の海底トンネルでは写真撮影するシーンもありましたよ。私たちも新人研修の際アクアマリン福島の全く同じ場所で写真撮影をしていたので映画を見たときそのことが忠実に再現されていてとても驚きました。そしていわき市民のおなじみのスーパーマルトも欠かせません。皆さんマルトご存知ですか？ありがとうございます。カラーが赤と緑でカタカナのトのロゴが目印です。最近このハワイアンズがある湯本にも新しいマルトができたみたいなので皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。よく利用するスーパーが映画に出てきてなんだか不思議な気持ちになりましたがとっても嬉しく思いました。次の曲も映画で使用された楽曲です。ハワイアンズのオリジナルキャラクターココネンさんを歌ったとっても可愛らしい曲ココフラです。早速ダンサーとココネンさんに登場してきてもらいましょう。ココネンさん、ココよココ、私たちも大好きなココネンさんが登場してきてくれました。ココネンさん、もちろん映画見てくれたかな？ココよ、ハワイアンズはもちろんココ姉さんの魅力もたくさん感じられる映画になっているよね。ココココよココココ。それではココ姉さんにも踊っていただきます。ココフラです。どうぞ。私たち
ご案内するまでお席でお待ちください。